続いてはお正月に欠かせないお餅、こんな食べ方もありました。まして朝食、祖父母に作ってもらった赤餅というものがあるんですけども、誰に聞いても知らないと言います。これは祖父母のオリジナルの餅だったのでしょうか。家族が集まり新年を祝う正月、そこに欠かせないものといえばお餅だ。鏡餅や切り餅、豆餅など食べ方は様々だが、依頼人は赤い餅を食べていたという。その赤餅っていうのは紅生姜を刻んで作ってるのが、そのまま食べてもあの美味しいんですけど、あのお雑煮とかに入れたらあのすごくこの生姜の味とかがして、思い出がいっぱい詰まった赤い餅、しかし誰も知らないという。依頼人の祖父母は四国出身だが、肝心の四国では赤い餅を作っていないという。では北海道の食べ物なのか。材料の紅生姜と餅で調べてみると、生姜餅と書かれたページがあります。羅臼のローカルフードと書かれています。道東の羅臼町に生姜餅といわれる食べ物があるらしい。これが依頼人の探していた赤い餅なのだろうか。早速調査員は羅臼町へ飛んだ。まして朝食、依頼人が正月に作ってもらっていた赤い餅、しかし知り合いは誰一人その存在を知らないという。調査員は似た食べ物が生姜餅と呼ばれている羅臼町に向かった。羅臼町は世界自然遺産知床に代表される自然豊かな町だ。手つかずの自然が残る知床半島に豊かな海が育む海の幸、毎年多くの観光客を楽しませている。そんな町にあるという赤い餅に似た生姜餅、しかし道の駅を探してみても見当たらない。それでも小さい頃食べてましたけどね、なんか甘い感じですね。焼いてそのまま食べるのが好きです。どうやら羅臼町民にはおなじみの餅のようだ。羅臼町に聞いてみると家庭で作るものらしい。そこで羅臼町で食や健康を考える女性グループの皆さんに生姜餅の作り方を教えてもらうことにした。迎えてくれたのは田中育子さんらジョイン羅臼美活塾のメンバーだ。毎年正月の餅をつくのに合わせ生姜餅も作るという。生姜餅は材料も作り方も至ってシンプル。もち米10合に対して砂糖が 200g、 塩が 15g、 そして紅生姜が 360g。 まずは十分に蒸し上がったもち米をつく。ある程度まとまったら残りの材料を合わせる。白かった餅がほんのりピンク色に変わったら完成だ。家庭によって味が様々ですか。あとは分量の差。いい加減にね、入れたらいい加減に出来上がるの。そもそも生姜餅はなぜ羅臼町で食べられているのか。羅臼町教育委員会の天方文化財保護係長にそのルーツを聞くと、ひょっとしたら明治まで遡るかもっていうような話も聞いてます。四国とルーツっていうのが高知については生姜の産地になっているはず で特に関西圏は、紅生姜の文化なので、まあ、そちら側は可能性が高いのかなとは思っています。
明治ぐらいだとラウスに移住してきた方っていうのは富山県の方が多いんですが、ただ大阪の方から昆布を買い取りに来てた方も出入りしてたみたいなので、生姜餅は関西の方から伝わってきた可能性があるが、関西の老舗餅店に取材しても聞いたことがないという。さらに関西や四国などの餅の専門店が各家庭で作られたオリジナルの餅が羅臼町に伝わったのではないかと話すが、そのルーツは謎に包まれてしまった。それでも美味しいですよ。美味しそうに生姜餅を食べるのは羅臼町の港屋実町長、大の生姜餅のファンだという。生姜餅っていうのは羅臼のものなんでしょうかね。僕もこの今の町長という立場の前にですね、観光協会とかそんなことでいろいろやってたんですけど、その頃からすごく気になって、出張の折に聞くんですけど、誰も知らなかった僕の不思議、七不思議の一つですけど、ピンクに染まった生姜餅、依頼人に見てもらったところ、見た目も作り方も同じものであることが分かった。僕は生まれた時からなくてはならないもんだったんですよね。ルーツは分かりませんけれども、羅臼町のあらゆる家庭で作っていたお餅で、言えば羅臼のソウルフードみたいな形でなきゃいけないお餅だったと思います。はい、調査結果こちらです。赤い餅は羅臼町のソウルフード生姜餅として愛されていました。今日はスタジオに実際生姜餅をご用意しています。初めて召し上がるという方も多いと思いますので、はい、まずは食べてみてください。今回レシピは羅臼町長港屋さん直々に教えていただきました。いただきます、はい、うん、いかがでしょうか。生姜餅、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 しっかり生姜効いてますね、うん、生姜効いてる、うん、結構生姜の味強いですよね、うんうん、実はほんのり甘い、はい、ほんのり甘い、うん、砂糖もね結構入ってます、うん、そうですね、はい、ちょっとした甘みがあって、うん、正直僕紅生姜あんまり得意じゃないんですけど、でも生姜がまろやかな味になりますね、うん、美味しいです。おやつとしてもいいですし、 VTR で依頼人の方がおっしゃってましたが、お雑煮なんかに入れて食べるのもいいということなんです、うん、作り方も簡単ですので、うん、ちょっと材料も見ていきましょう、うん、はい、一般的な材料ですが、もち米10合に対して砂糖は 200g、 塩 15g、 紅生姜が 360g、 一般的に売られているものの2袋ぐらいとなっています。もち米がある程度まとまったら残りの材料を合わせるだけです。とっても簡単です。結局明確なルーツは分からなかったってことなんですね。徹底的に調べたんですが、うん、まあ、明治頃には羅臼で作られていたようなんですが、もともと羅臼に移住してきた人は富山県や関西圏から入植した人が多かったという背景があって、関西圏の餅屋にも確認したところ、生姜はでも入れていなかったということなんです。羅臼だけっていうのが不思議ですよね。羅臼の誰かが明治なのか、うん、その辺の時代の人が作ったのか、もしかしたら羅臼で生まれた文化なのかもしれないという今日は結論になりました、はい、暮らしの中で感じた疑問や悩みはもしけ調査隊まで。チャンネル登録もよろしくね。